今シーズンの開幕戦です。ここから上を目指すチームばかりですので、熱い戦いが期待できそうです。そうですね、ここでチームがどれだけやれるのか、手応えをつかんでおきたいですね。キックオフ、マンチェスターシティがボールを動かします。さて、予報通り雨模様となりました。この雨が両チームにとって恵みとなるか、あだとなるか、注目しましょう。トルガン・アザール、アグエロ、すぐ攻撃に切り替えたい。アクセル・トマ・ビッツェル、ボールをダッシュ、寄せが早い。シルバです。オレクサンドル・ジンチェンコ、フィールドの中盤でボールを奪いました。パスをサイドに送ります。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。フェルナンジーニョ、カイル・ウォーカー、これはもったいない、ボールを失いました。ユリアン・バイグル、ロイス、ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。マッツ・フンメルス、アクセル・トマ・ビッツェル、このコースは読まれていたか。ジェイドン・サンチョ、ゴール、ゴール、ゴール。ディフェンダーを翻弄するようなゴールでした。何度見ても鮮やかです。いや、素晴らしいゴールでした。仕掛けが良かったですね。手に渡ります。アクセル・トマ・ビッツェル、これはいいところにいました。ナイスインターセプト、カットしました。ここはどうするでしょうか。まずいですよ。シルバ、これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。パコ・アルカセル、ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。フェルナンジーニョ、危険な位置です。緊張感が増してきます。フィッシェク、タッチを割ります。マンチェスターシティのスローインです。エメリック・ラポルト、セルヒオ・アグエロ、あ、危ないですよ。さあどうだ。トルガン・アザール、アクセル・トマ・ビッツェル、パコ、見事な弧を描きましたね。完璧です。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。ボールを中盤で奪いました。体を当てて取る、奪った。ホイッスルが鳴ってファールです。
クセル・トマ・ビッツェル、マッツ・フンメルス、マルコ・ロイス、強い、体をうまく使います。ボールを取った。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。アクセル・トマ・ビッツェル、ボールはどちらにこぼれるか。ボルシア・ドルトムントのスローイン。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。アクセル・トマ・ビッツェル、アグエロ、ここは抜いてくるのか。アクセル・トマ・ビッツェル、フェルナンジーニョ。スローインでの再開はドルトムントボールです。ロイス、トルガン・アザール、弧を描いてゴールへ。試合はどうやら一方的な展開になってきています。トルガン・アザール、パコ・アルカセル、このシュートはゴールにはなりません。雨のせいにしちゃいけないですよね。前半が終了しました。スコアは3対0。一方的な試合。試合は後半に入ります。前半のペースが維持できるでしょうか。これはアグエロ、マッツ・フンメルス、ジュリアン・バイグル、ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。ボールをダッシュ、寄せが早い。ミッドフィールドでボールを取りました。パスコースにはディフェンスがいます。PK です。主審の判定は PK。 見事なゴール、落ち着いた PK でした。ロイス、シュピシェク、ボールを失った。ここはうまくボールを取りました。ロイス、勝ったんですが相手ボールになります。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。
クリーンなタックル、ボールを奪いました。ジョン・ストーンズ、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ここで攻守が入れ替わります。ユリアン・バイグル、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ジョン・ストーンズ、ラヒーム・スターリング、ここを起点にできるか。ロイス、ラヒーム・スターリング、アグエロ、トルガン・アザール、ユリアン・バイグル、ここで奪います。ダビド・シルバ、さすがのチェックです。マヌエル・アカンジ、つまらないミスでボールを失いました。攻守の切り替えが大事です。ボールが中盤でカットされました。エメリック・ラポルト、シュルツ、ジェイドン・サンチョ、止めた。ボールが転がる。コーナーキックからのチャンスです。ドルトムント、どちらもここで選手の交代があるようです。ボールを抑え込みます。カイル・ウォーカー、振り切った。デラネイ、ここはゴールならず。しかしリードがあっても攻め続けます。ここはビュルキが見事に止めました。マンチェスターシティのスローインです。デブライネ、カイル・ウォーカー、レロイ・サネ、ユリアン・ブラント、見事なタックルです。オレクサンドル・ジンチェンコ、リアド・マフレズ、フィッシェク、ボールを取りに来ました。ここで抜けたのは大きい。デラネイ、ポストに当たったか。ゴールゲット。さらに点差が広がりました。キーパーだけの責任ではないでしょうが、ちょっと判断が悪いように見えます。すでに勝負は決まっていますが、
とどめの一撃ですね。パコ歩かせる。デブライネ。これは狙えます。残り時間も考えるとここから追いつくのは厳しいと思いますが、最後まで諦めません。1点も返しましたが、依然として大量リードを許しています。ここは急ぎたいですね。まだ何が起こるか分かりません。ユリアン・ブラント。笛が鳴ってタイムアップ。ドルトムントの勝利で試合が終了いたしました。シーズン開幕戦もものにしました。素晴らしい勝利でしたね。最初の試合を勝てたのは大きいですよ。このまま勢いに乗っていけそうです。Thank you.